こんにちは、浜です。今回は経験点10万7000超 UG9 ですね。あと数名ボニーで F って感じでしたが、いい選手できたので皆さんにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。で、デッキの方がアイリス、富岡義勇、一郎、鈴島、キリルで、あとはデンジ君と、サポートに今回はサータリー、しおりと、あとはキジタですね、入れている形です。で、今日別件で知り合いの人とご飯食べてる時にパワープロを横でしてたんですけど、まあ、その時にある程度まとまって、あ、ようやくこういう流れ来たかという感じでね、まあ、大量の経験点出すのこういう形かっていうのがね、皆さんにお見せできる感じになったかなっていうふうに思ってます。で、天才持ち込みでセンスはつかなかったんですけど、まあ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 、やっぱりその複数人タックですよね。これをまあどううまく使っていくかってことと、あとはその経験点を貯めた状態でね、まあ極力こうやっぱり点数を吸っていくことが大事だなっていうのが見えるサクセスになってるかなっていうふうに思ってます。結構本当に身の回りがバタバタしていて、なかなかサクセスをまとまった時間でやることができなくなってきてるんですけど、ただまあそれでもやっぱりこう耐えずね、耐えずというか、まあこう移動時間とかいろんなところでやりながらしてると、いや、やっぱいい選手できるんだななんていう風に思ったりしました。で、あとはまあその今鈴島に経験点貯めてこう吸い出そうとして、まああんまりうまくいってないんですけど、やっぱりその天才を持ち込んでこう戦力が上がった時っていうのは、ただ鈴島吸い取るんじゃなくて、まあこういう形で経験点貯めてからね、こう彼女を引っ張ってくる方がいいかなって個人的には思ってます。まあ結構リスクもあるので、こういう風に吸い出し効かなくなっちゃって動けねえなみたいな感じになったりもするので、その辺は一長一短だと思うんですけど、まあできればその方がいいかなと個人的には思ってます。で、セク1、セク2に関しては後付けしてますが、セク3からね、僕のリアルタイムでお届けできると思います。ちょっとね、プレイング的にはガバいんですけど、若干このサクセスに関しては。ただまあそれでもいい選手がまとまるっていうのは、やっぱこの高校のね、スペックというか、こうポテンシャルがねとんでもないんだなっていうのは改めて感じたところですね。で、まあ明日の日曜日もちょっとは時間取れそうなんで、まあそこら辺でね、もう一人ぐらい作れたらいいかなっていう思ってますけど、まあその辺はまあデッキも変えつつね、やっぱアイリス入ってきてからだいぶ変わったな感もありますね。で、あとは、まあ、やっぱ、ボブに経験点をうまく貯めて、それをタイム前に吸い出せるかどうかっていうのと、あと、1対1の運とかもありますね。まあ、正直、下克上を狙うのは、まあ、完全に運なので、まあ、そこら辺はあんまり期待してないんですけど、やっぱ、モブたちとか、イベキャラたちが勝手に争って、どんどん、こう、嫌な流れになっていくのか、もしくは、こう、モブ同士で経験点をたくさん持ってるやつにね、こう得点集まっていくとか、そういうのは結構大事かなっていう風に思ってます。あと今、コツで対左入ったんですけど、これかなりうまいですね。まあこういうこう二重丸系のものにコツ飛んでくるかどうかっていうのも、まあ地味ですけど大きいかなっていう風に思ってます。まあ個人的にはそこに期待するよりは、やっぱ11万点以上をね目指していく方が、まあ建設的かなという風には思ってるんですけど、まあまあこの辺も運試し、網だくじみたいな感じでね。で、これ、サータリー強いっすね。メンタルも、やっぱ体力がある程度、こう、しんどい時は踏んでいかないと、まあ、この回復アイテム持ち込めない構成になってるんでね、これ、不眠症来たらマジで終わるよね。不眠症と、まあ、特にサボり癖をラブパワーで解消できない時は、まあ、すぐタイプになっちゃうんで、なんかその辺も、いろいろと考えなきゃいけないなとは思ってますけど。これ、ミートカーソル上げるかな？どうだろう。似てる感じ、ポイントの振り方に困ってる感じですね。守備職人行きましたね。で、ここはケヒャール合わせて、吸い取りに行きました。まあ、序盤はちょこ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 吸い取って、早く順位上げて、それで、こう、全体に溜まる経験点ですね。多くしたいな、みたいな狙いがあるので、やっぱりそう考えると、こう、複数人タック、まあ、この走塁とか来てますけど、をモブに入れて、モブ吸い出して、上限突破して、イベキャラを、こう、超えていくみたいな流れを作れるのが、一番いいのかなーなんて、個人的には思っていたりはします。これ、走塁、まあまあ、いい感じですね。なんで、このサクセスがある程度まとまったんで、まあ、ちょっと予定切り上げて、動画出したいなーなんていうふうに思って帰ってきたって感じはあったりはします。で、彼女もここでできたので、結構いい形ですね。
あ、カタレン行くかな。うん、カタレン州に行きそうですね。ここはもう一番技術を使える打撃にポイント振ってます。一応守備もね、88まで上がってるんで、こっちの上限突破狙ってもいいとは思うんですけど、まあその辺は好き好きかなって思ってます。とにかく上限突破行くと一気にね、サテチ上がるんで、まあそこは意識しながらって感じですね。で、差あたりにポイント集まりました。で、ちょうどラブパワーしていてっていう感じなので、ここでね、うまく、やっぱり体力を回復できるかどうかで変わってくるかなというふうには思ってます。これ肩いきそうですね。一郎と富岡義勇ポイント溜まってるというか、評価がね、いきそうなんで、ここは肩いきましたね。はい、ということで、セクイチは綺麗に終われました。飯はおごっておきましょう。うん、いいですね。で、セク1終わりで5600点ですと。で、セク2行きましょう。で、セク2が結構いい転校生引けていて、まあ、威嚇を入れてもいいかなとは思ったんですけど、ここは促進と忍耐ですね。まあ、これが一番いいですね、正直。そのセク2の始まりとしては。まあ、派遣とか来たら当然話は変わるんですけど、ただ、セク2とかだと派遣自分に入らない可能性もあるので、なんかその辺が難しいですね。まあ、大体のケースで入ってますけど、まあ、運が悪いとなかなかっていうのもあったりするね。で、ここは、まずは、肩とミートカーソル上げて、という感じで動いてます。で、守備力ももうちょっとでいくって感じですね。現在6位です。ほほほ、強いけども。これ、打撃いった気がすんな。なんか、すごい覚えてるんですけど、打撃いって、一郎さんが仕掛けてきた気がするんですよね。めちゃくちゃ覚えてるわ、なんか。このタックを取って、ガッと仕掛けられたんですけど、ここ、下克上でうまく乗り切れました。一気に、ね、経験点も入ってきたんで、これはありがたかったですね。これなかったら多分退部してたと思います。この時点で。だからまあやっぱ序盤で来てくれる方が嬉しいですからね、やっぱり。まあ、上のメンバーの闘技も下げられますし、まあ自分のね、こう上限突破的なところの意味合いでもね、まあ大事かなっていう風に思ってます。これで守備も行きました。パワーも上げれるんで一気に上げていきましょう。うん、パワーもいけそうですね。これで2位ぐらいになるのかな、多分。ああ、1位なれましたね。で、打撃も踏もうか迷ってますが、まあ、これ、デンジ君だと守備がね、結局、その技術が今、とんがりまくってるんで、踏んでも意味ないんですよね。なんで、ここは打撃練習踏んで、富岡義勇の評価を上げつつにはなると思います。あとはなんか、守備練習踏んでると結構罠かなと思っていて、まあ、やっぱり筋力走塁でうまく、こう回収しつつメンタルと打撃、まあ、そこでこう点数技術に関しては集めていくので、守備踏んじゃうとそのバランスっていうのは一気に崩れちゃう感じはしますね。なんで守備は本当に極力取らないのがまあ大事なのかなと個人的には思ってます。これさすがに肩いくでしょ。技術はねどういう感じでさばくかわからないですけど、さよなら男行きました。打球伸び行きました。これで、いけそうですね。はい。ギリで踏みました。まあ、こんな感じでね、しっかりポイント溜まってくれてれば、みたいなところはあるので、やっぱり複数人タックがね、序盤でパーンって入って、3000点、3000点みたいな状況を作れてると、結構セクニ以降も伸びるかなっていうふうに思うので、まあ、そういう状況を作るためにもね、初強が高いキャラクターたくさん入れたいですよね。ここは、走塁を踏む感じかな。まあ、キクドアイラの評価も高まりますし、まあ、走塁の方は、そのまま追い出してもいいとは思うんですけど、まあ、ポイントの溜まり方的にも、ここはいいかなって感じです。まあ、とにかく、まあ、タックは、まあ、いい形であれば踏んでいく。そうじゃなかったら追い出しみたいなのが、まあ、理想かなっていうふうには思ってます。で、体力回復する。この辺はね、デートのタイミングもすごい大事ですよね。行くとこな。行くとこな。走塁打撃行くかなこれ。まあ、デンジ3人しかいないんで、練習箇所に。さすがに、まあ、ここは、打撃に行くんじゃないのかな。うん。なんで、まあ、集客振ってからっていう感じにはなりそうですね。まあ、こういうところも難しいですけど、まあ、なんかこういう練習を吸い出しても、正直だったらポイント貯めて、次に一気に吸い出した方が、特に序盤の方はね、いいかなっていうふうには思ってます。まあ、セク4とかだとね、ちょっと話変わるんでしょうけど。ここは打撃いきましたね。うん。で、体力回復。で、一郎さんも走りました。一郎さんはすっげえ息長いよね。うん。で、アイリスも走りました。あと一回。
肩とメンタルが珍しいっすね。まあメンタルって多分、あおお強っ。ここは富岡義勇でしょう。普通にポイントの溜まり方的にはね。で、筋力とか踏めたら最高みたいな感じです。デンジを信じよう。もうデンジ君も息長いんで強いね。で、富岡義勇走りまして、あと1回。まあ、安打製造機が被らないようには気をつけたいって感じですかね。強いなぁ。ここは筋力ですね。まあ、吸い出せるんなら当然打撃の方がいいですけど。まあ、狙った通りメンタルですって、残りのポイント筋力で回収。まあ、これが理想かなというふうには思います。うん。で、モブのいい感じに集まってくれました。おお、強いけどね。あ、デンジだな。取れるんならデンジって感じですかね。集客一気に振りましょう。まあ、でも集客ばっかり振ってると、まあ、本当にバランス悪くなってくるんで、この辺はなんかこう反省点かなというふうには思ってます。まあ本当にまんべんなくね、この各集客系はね、を上げられると一番いいので、まあその辺を次回以降はちょっと意識したいかなっていうふうには思ってます。うん、それ強いね。これは取りたいけど、矢部がもうポイントだいぶ持ってますね。うん、これはさすがに先吸い出すんじゃないかな。うん、そんな動きしてますね。はい。ナイス。ありがとう、やべっち。で、一郎さんの体力回復入りました。これで2月の2週前まで持つかな。もう1回ぐらい回復欲しいのかな。うん、キリル吸い出せますね。でもこの3000点をね、吸い出して、で、なくなったところで補給がうまくくるかどうか。まあ、これに尽きると思うな。うん、いいですね。残り2周、打撃も悪くない、走塁もダブルで悪くない。ただここまあもう吸い出しちゃってもいいけどね。まあ踏んでもいい、まあ結構難しいところ。やっぱ走塁のダブルタックとかだと一気にね足りない敏捷点が足りてくるんで、まあこういう感じで踏んでもいいかなっていうのはあったりしますね。富岡義勇も一気に溜まりました。行くとこな。行くとこな。まあ、メンタルもなしではないけども。デンジ踏んだかな。ちょっとこれ覚えてないっすね。デンジ踏んだような気もするな。残り体力的に、まあやっぱり、その、メンタル以外で吸い出すと多分も、怪我率が若干出るんですよね。この1月というか、そセクションの切り替わりで。体力の回復も入らないので、ちょっとしたね。なので、まあ、おそらくですけど、デンジ踏んだ気がします。これ、メンタル迷ったんですけど、もったいねえなってなったんですよね、確か。あ、やっぱ踏んでますね。これで踏んで、ポイント貯めて、で、次、吸い出しを行って、みたいな感じだと思います。次からリアルタイムですね。ちょっとガバいですが、ぜひ見てってください。はい、ということで続きやっていきましょう。まあまあいい感じでしょう。そして、促進も入ってくれました。あとは、保管とかですかね。金丸がいなくなりそう。保管入れます。あとはまあ、なんとかダブルタック以上一発踏んでみたいなとこもあります。転校生とのね。吸い出しますか。肩強いっすね。ここは肩でいいでしょう。キックドアイラー、まあいなくなってもいいっちゃいいかな。ああ、ちょっとまあ、精神と敏捷が怪しいところにはなって、できてるかなっていう感じですね。で、ここでしっかりとバレンタイン回復。あとデート何回ある？デートあと3回ありますね。まだ回復期待できるんで、ちょっとまあうまいこと引っ張り出したいなっていうところと、ここメンタル取っちゃうか。まあ金丸で取ってもいいんだけどね。ちょっとまあここは何とも言えないところなんで、あとはこの辺もしっかり上げつつ、ちょっと技術はいらないので、その辺だけはちょっとケアしつつですけど。守備どうしよっかな。守備結構罠なんだよな。ここはメンタルいきます。あ、デート基礎感あるけどね。おーい。おーい。その回復いらんわ。オッケーオッケーオッケー、いいね。敏捷と、ここは精神をもらっておきましょう。ああ、これ強いんじゃない？走塁。
オッケー。はい、走塁でいいっすね。はい。ん？ちょっと、敏捷がマックス状態だったわ。完全もったいないことしたわ。今、100点ぐらい損したかな。で、これでさらに損したわ。もったいな。3000点になってたな。これちょっとポカしましたね。ちょっともったいなかったな。これと、お、また走塁。取ってもいいけど、ここは筋力でいいか。まあ、ダブルタックではないですからね。ここは筋力取りましょう。さっきと同じ鉄は踏まないようにしながら。うん、今んとこそこそこいい感じなんで、ね。どうだろうな、走力。筋力もまあ取りつつっていうのと、この辺の骨関係も、まあまあ取っておきましょう。そろそろね、いいと思うんで。流し打ちとかもどうせ取るな。どうせ取るやつはもうバンバンいっといて、後で帳尻合わせればいいと思うので。あとは、まあ、こんなもんかな、という感じですかね。はい。うん、OK。筋力3000点になってるけど。あーもう、そらいかんな。これ筋力入らないやつか？筋力入ったかどうかわからない。走塁ダブル。アイリス、そこそこ入るんじゃねっていうか入んねえな。あーどうしよう。やべかなー、やべかなー、やべから取りましょうか。ちょっともったいないことしてんなのは、やべ取ります。オッケー。うん、でここ体力ちょい回復なんでちょうどいいぐらいか。あ、これも3回目か。うん、アイリスオッケーです。ちょっとアンダ製造機がまだだな。ナイトメールとって両方とも移動してきたメンバーだな。ああ、割とメンタルありだけどな。ここはちょっとデンジ先かな。デンジ君先行きます。はい。ここは筋力しょうがないですね。もうちょっと振ることもできたかもしれんけど。うん、オッケー。で、ここ回復する。お、なんかめっちゃ光ってるわ。おー、この走塁はいいんじゃないですか？そこそこ。全体に入りそうな感じだし。この走塁は取ってあげたいかな。もう全員に入るしね。OK。まあ、あと一回ぐらいかな、練習としては。っていう感じはありますね。金丸と打撃陣のタックが一番確率的には。高そうな感じはしてますけど。っていうか、デート来ねえな。筋力取りてえけど。ポイントもねえな。ここ一回メンタル挟みます。とにかく、ダブルタック、アンダー製造機狙えそうな、おー。っていうか、まだ5ターン。結構、ペース遅いかもしんないっすね。ああ、キリルかな。キリル、吸い取りますか。キリル、吸い取りますが、はい。技術ねえんだな。もうあとはマジで、そういうタックが来ればまあ取るし、来なきゃ取んないしっていう感じでいいと思います。これ先に富岡義勇かな。義勇先行きましょう。はい。うん。まあまあ、吸い出しはいい感じだな。ちょっとアンダー製造機が全く入らないので、それは気になりますが、どうしよっかな。キクドアイラでもいいけど。アイラから行きますか。アイラ退部しないこれ。56。ギリギリ生き残る感じか。まあ、サータリはね、いつでも取れそうですからね。正直。退部もしないし。ここは、アイラちゃんから吸い出して252。まあ、次でいなくなる可能性ありますね。メイル、そこそこ吸い出してはいそうな感じですが。あ、金丸とキリル入りましたけど、どうしよっかな。うん。微妙なんですよね。てか、金丸これ、タイブすんな踏まないと。っていうのもある。行くかな、これ。
見ますか。これ行って、アンダーセイドキーゲットしておきましょう。で、いいでしょ、もう。うん、ローボール。どんなもん？6、出てますね。オッケーオッケーオッケー。6満点出てれば、まあまあ。促進と孤児。孤児いるかな？孤児いらんかもしれん。っていうぐらい全体にポイント入ってると思うんだよな。割とね、吸い出せてないんですよね。強。うん。ここはアイリスからでいいかな。アイリスから行きますか。臨床ももう大丈夫やな。どっちかっていうと筋力が怪しい感じになってきているのと。あとは3000点級をずーっと吸い出せれば、形的には良きですかね。あーどうしよう。金丸吸い出していいけどな。先に。キリルはどうとでもなるでしょう。うん、これで行きますか。これで金丸行きます。まあ、メンタル踏みたいのもあるので、割と筋力やっぱ総理、この辺は重視して踏みたいですけど。おー、やるやん。君先行こうか。これだったら取っていいでしょう。うん、で、総理行きましょう。7%。OK。で、次メンタル。あとデート。あー、ナイス回復。デートまだかな。デートまだかな。オッケー。知っとったわ。デートまだ全然回数ありますからね。おお、強っ。マジえぐ。そんなん来るんだったらマジで待機でよかったわ。めっちゃ光るやん。これ何点入ってる ?900。1000ちょい入ってるよな。1000ちょい入ってるね。みんなにまんべんなく入るんでポイント。ちょっとこれいこうか。はい。これで、レイにも多分対応に入ったもんな。これでもう、いらないんですけど、さっきの金丸のタックもったいなかったなぁ。これだったら、いかんくてよかったなぁ。あとはまあ、吸い出していくだけですね。普通に。304。こことりあえずメンタルなのかなぁ。ポイント弾けないですもんね。ああ、サータリーだったらいけるか。ただ割ともう集客が伸びきってきてるので、そこは、警戒というか、ちょっと気にしてあげないと無理だな。打撃ばっかり踏んでるとまあ、こうなっちゃいそうですねっていうのはあるな。うん、そろそろなんかいろいろやっていいような気もしてるけど。おお。どっちだろう、とりあえず筋力かな。さあたり取りにくそうですしね。はい。これで筋力いきます。もうあとはただ吸い出すだけ。永久に。永久に3000点吸い出したい。おお、守備は。守備罠なんだよな、割と。守備は罠なのであまり踏みたくないっす。あまり踏みたくない。うん、いいね。米山くんもなかなか見どころが。米山見どころあるね。ここ肩電磁でもいいし、まあ、ここ筋力でいいかな。筋力でいいかな。はい、筋力いきましょう。えい、ナイス。ヨネッチ、まだ技術が吸い出せる。うん。ソードリサイならしましたが、まあいいでしょう。これはそこそこなんじゃないでしょうか。おお、いいね。メンタル取りたかった。まあいいんじゃない。3000点ずつしっかり据えてるんで、さっきのタックのおかげで点数的には8万7000出てますね。うん、しっかりとアンダー製造機も取れてるし、まあ無駄練習1回したぐらいなので、なんじゃないのかなとは思うんですが、バランスもまあそれなりには取れてるかな。まだ開眼してないですよね、多分。で、誰も退部してない。あ、いいんじゃね。はい、行きましょう。さあ、 OK ですね。次行きましょう。デート来い、デート来い。あと1回来い、せめて。いやー、あと1回なんだけどな。あ、てか全部来てるわ。今日大丈夫かな。お、強いね。
あー、これは一郎でもいい。これでもこっちだな。寺田行きましょうか。寺ちゃん行きましょう。うん、いいね。しっかりと3000点据えてるのはマジでかい。ほう。いやー、難しいところですね。デート終わってるから、こっちでもいいんだけど。いやー、こっちにしとこうかな。の方がいいかな。まあ、差あたりだと綺麗に据えるんですけど、体力がね、結局持つかどうか怪しいんで、ここは。うん、いいんじゃない？まあまあ、悪くないようには見えるが。うん、あとはまあ、どこまで伸ばせるかって感じですかね。さやきも取れそうだし。あ、いいんじゃない？はい、行きましょう。はい、勝てました。オッケーですね。まあまあまあ、いいんじゃない？おー、レイやば。強っ。まだポイント持ってるでしょ。オッケー。ここは、あー、切れるかな。肩もいいんですけど、別に技術いらないんですよね。もう、もはや技術は死にポイント化してるので、半ばね。ここに振るしかないもんな、もう。はい。いいね。しっかりとまだポイント残ってるんで、キャラに。これは吸い出したいね。ナイス、キクトアイラ。あー、キリルもいいね。いや、キリル安牌で取っとくべきかな、先に。いやー、ここはキクドでしょう。キクドで攻めでしょう。うん、絶対バランス的には、これでメンタル踏んでがベストですもんね。うん、いいんじゃない？そこそこ。そこそこ行く感じあるけど。まだ金徳も大量に残ってるし。まあ、取る、青徳もあるにはあるので、OK、行こう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。さあ、メンタルにまず来い。強っ。まあまあ、微妙だな、これは。いやー、アイリス、ですね。いや、これアイリスだな。これメンタル来なかったら終わるけど。メンタル来なかったらマジガチ終わるけど。メンタル次第だな。次のメンタル来たら、まあ、バランス完璧っすね。ちょっとでも多いか、筋力と敏捷がって感じですかね。行きましょう。はい、勝てました。オッケーですね。メンタル濃い、メンタル濃い、メンタル濃い、メンタルマジ濃い。ほい。おー、完璧じゃん。ありがとう。オッケー。いいんじゃない？あとはまあ、うまいことこの筋力、技術、云々を捌けるかどうかだが、ちょっとまあ無理かも。ちょっとまあ無理かも。な感じにはなってるかな。まあ、速攻とか打開はいいかな。この辺を取っちゃいますか。この辺とかね。まあ、この辺もいいか。うん。まあ、あとは終わってからでいいかな。はい、いきますか。はい、勝てました。ということで、まあ、それなりにはまとまったんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、もう一回ぐらい踏めたらな、いろいろ見えてきたものもあったかなとは思います。どうでしょうね。まあ、とにかく、吸い出しがね、まだ残ってたと思うので、その辺がね、っていうところですかね。はい、ということで、107,650点ですね。結構いい感じ。ということで、振っていきましょう。振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1、2、3、4、5。6段が8、9、10、15、17段ですね。で、60、180まで行きました。で、便商店がね、先手余っちゃったんで、それもったいなかったっていう感じと、UGQ で F 手前まで作ることができました。まあ、結構良かったんですけど、うわー、惜しいなー。ちょっとね、ここは行きたかったですね、というところで、まあ、チームランクはバツッと上がったとは思うんですが、はい、バツッと上がりましたね。ただまあ、かなりもったいなかったなーって感じでした。うわー。マジでね、いけそうだったな。マジであと1回でしたね。っていうところだったので、まあ、こう、少しずつね、いい形にはなってきてるかなって思うので、頑張って UF 以上ね、作っていきたいなっていう感じでございます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。
今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。